こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。こちらの動画では基本的にですね、休日にどんな服を着ようかというテーマでですね、お話をすることが多いんですね。ですので結構ですね、カジュアルな着こなしに関してはたくさん情報発信をしてきたかなと思うんですね。一方で結構ですね、見ていただいている方の中には30代40代の男性が多いかなと思うんですが、こういう方々がお仕事でどんな服を着ようかなと悩んでいる場合も多いのかなと思います。ここはですね、今まであんまり触れてこなかったので、今回の動画ではビジネスウェアをテーマにしながらお話をしていきたいなと思っています。服選びにはですね、たくさんの大事な項目があるんですが、その中でもですね、結構お店選びって重要だなと思っています。これは極論ではあるんですけども、優れたお店さえ知っていれば、あとはそのお店に行って店員さんのおすすめの服を買えば、ある程度素敵なファッションって完成するのかなと思っています。一方でお店選びの時点で失敗すると、その中で頑張ってもなかなかですね、素敵な着こなしって実現しづらいかなと思っています。そういう意味ではどこで買い物をするのかっていうのはめちゃくちゃ重要度が高いかなと思いますので、今回の動画ではスーツですとかビジネスウェアを選ぶのであれば、この中の3つから選ぶといいですよというような具体的なお店をですね、皆さんにご紹介をしてみたいと思っています。身近なお店からちょっとあまり聞いたことがないなというお店までご紹介したいなと思うんですが、まずは基本の3つのお店を解説しながら、それに付随してさらにですね、もう3つプラスアルファのお店もご紹介したいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、まずは一つ目からご紹介したいなと思うんですが、今回はですね、一応松竹梅という形で3つの価格帯のお店をご紹介したいなと思っています。まずは一番手頃な価格帯からお話ししたいなと思っているんですが、まず一番最初のカテゴリーとしては2プライススーツショップというものがあるんですね。これはどういうものなのかというと、基本的にはですね、2万円ですとか3万円、これぐらいの価格帯でスーツが売っているようなお店のことを指しています。具体的にどんなものがあるかというと、スーツカンパニーですとか、スーツセレクトですとか、オリヒカですとか、あとはオンリーですとか、このあたりのお店が該当します。このあたりのお店というのは20代30代のビジネスマンをターゲットとしているようなお店で、ベーシックなスーツスタイルではあるんですが、その中にトレンド的な要素が入っていたりですとか、シルエットも細身のものとかが並んでいるので、いわゆるですね、ロードサイドにあるようなコナカですとか、洋服の青山ですとか、春山ですとか、このあたりの大手のスーツショップに比べると割と洗練されたシャープなスーツが揃いやすいのかなと思っています。2プラスとは言うものの、基本的には3万円台のスーツが多くて、最近ではですね、もうちょっと高い価格帯のものもあったりするので、価格帯の幅は年々広がっているのかなと思っています。この2プライススーツショップというのは結構バリエーションがたくさんあるんですが、この中で個人的な一押しは断然スーツカンパニーかなと思っています。スーツカンパニーはこの中でも一番定番的オーソドックスなスーツですとか、ビジネスカジュアル系のアイテムが揃っているので、一般的なビジネスマンであれば、まずはですね、ここを軸足しながらスーツですとかビジネスカジュアルのアイテムを揃えていただくと良いかなと思っています。僕もですね、普段のスタイリングにおいて結構ですね、スーツカンパニー使うことが多いんですね。今回ご紹介する3つのブランドの中でも、スーツカンパニーの最大の特徴というのは、まずはですね、サイズがですね、めちゃくちゃ豊富というところにあるんですね。スーツ専門店ということもあって、ものすごくですね、サイズが細分化されているんですね。例えば僕自身を例に挙げると、僕は身長164センチ、体重が55キロなので、かなり小柄になるんですね。こういう体型だと結構スーツ選びに苦労するんですね。この後にですね、出てくるようなセレクトショップというジャンルだと、なかなかですね、僕の体型に合うスーツって探しにくいんですが、スーツカンパニーって結構身長ごとにサイズが細分化されてるんですね。一番小さいものだと160センチというところからあるんですね。160、165、170、175、180という形で5センチごとにですね、サイズが細分化されてるんですね。あとはですね、僕と同じ身長でも痩せ型の164センチの方もいれば、結構太ってる164センチの方もいるかなと思うんですね。身長が低くてぽっちゃり体型の方までサイズをカバーすることができるんですね。このサイズ感の広さというところは最大の強みだと思います。そしてスーツ専門店ということだけあって、スーツのですね、バリエーションもめちゃくちゃ広いんですね。色や柄においてもすごいバリエーションも多いですし、生地の質感も様々で、結構高級な生地ブランドのものも置いてあったりするので、このような幅の広さというのは間違いなくですね、今回ご紹介する3つの中でも圧倒的に優れているのかなと思っ
っています。そして何といってもコストパフォーマンスが高いですね。3万円4万円でこれぐらいの質物が揃うんだという驚きがあるので、僕はですね未だにスーツカンパニー結構な割合で使っています。先ほどですねこのジャンルというのは結構20代30代向けに商品を作っているというお話をしましたが、意外とですね40代50代のすごくセンスのいい男性なんかが平日にフラッと寄ってお買い物をしてたりする姿ってよく見かけるんですね。ですので年齢問わずに今のトレンド感をしっかりと加味したセンスのいいスーツを低価格で揃えるのであれば、スーツカンパニーというところでまず間違いがないのかなと思っています。最近すっかりと定番化したビジネスカジュアルにおいてもスーツカンパニーめちゃくちゃ強いですね。ネイビーのジャケットというところだけでもかなりのバリエーションもありますし、スラックスもですね専用にずらっと並んでいるので、この中からですね間違いのないものは選びやすいかなと思っています。僕はですね特にスーツカンパニーの銀座店にお邪魔することが多いんですが、ものすごい物量があるので、ぜひ皆さんにもですね一度訪れていただきたいなと思っています。まず一番価格帯を抑えながらベーシックかつほんのりトレンド感の漂うような着こなしをしたい場合はスーツカンパニー、ここを覚えておけば十分かなと思いますので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思っています。ここで補足なんですが、スーツカンパニーすごく素晴らしいお店かなと思っているんですが、もう少しですね素材の質感にこだわりたいだとか作りのいいものを着たいという場合は、スーツカンパニーの兄弟ブランド的な立ち位置であるユニバーサルランゲージというお店をお勧めしたいなと思っています。このお店も僕自身めちゃくちゃ使うんですよね。普段のスタイリングにおいてもう絶対に欠かせないお店の一つかなと思っています。生地のグレードもスーツカンパニーよりもグッと上がりますし、作りも丁寧で通がうなるようなスーツをしっかりと置いてあるブランドなんですね。しかもですねやっぱり母体が大きいので、この生地の質感でこの価格という驚きが結構あるんですね。スーツ系の中では断然ですねコストパフォーマンスが高いお店かなと思うので、スーツカンパニーと合わせてユニバーサルランゲージという名前も覚えておくといいかなと思っています。ただ一つだけネックがあって、ユニバーサルランゲージそんなにお店が多くないんですね。皆さんのご自宅の近くにはひょっとしたらないかもしれないんですが、主要都市にはですね展開があるので、ぜひこちらのユニバーサルランゲージというのもですね頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のショップをご紹介したいなと思っています。ここからはですねセレクトショップというジャンルの中からおすすめのお店をご紹介したいなと思うんですね。セレクトショップといっても結構ですねピラミッドになっていて、様々なお店があるんですね。非常に高いお店から割りかしスーツカンパニーと同じぐらいの価格、それよりも 1.5 倍ぐらいの価格で買えるようなお店まで結構幅が広いんですね。高いところで言えばバーニーズニューヨークですとかエストネーションですとか、このあたりのセレクトショップというのは非常に質が高いですし、品のあるようなアイテムがたくさん並んでいるんですが、なかなか手が出しづらいんですね。僕は普段のスタイリングではめちゃくちゃこのあたりのお店も使うんですけども、一般的に服を買うにはちょっと高すぎるかなと思っています。で、2つ目に今回ご紹介したいのは、このセレクトショップの山の中でも比較的価格が抑えめのユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングというものをご紹介したいなと思っています。ユナイテッドアローズという名前は皆さんも聞いたことがあるかなと思うんですが、ユナイテッドアローズにはたくさんのレーベルがあるんですね。その中でもグリーンレーベルというのは割と価格帯も抑えめで、ファミリー層向けに商品を作っていたりするので、僕たち世代にはですねとても頼りになるブランドなのかなと思っています。ただグリーンレーベルというのはスーツショップというわけではなくて、カジュアルからビジネスカジュアル、スーツスタイルまで幅広く商品が並んでいるんですね。ですので先ほどのスーツカンパニーに比べるとだいぶですねビジネス着の割合というのは少ないかなと思っています。正直ですね商品量が多いのか少ないのかはどっちがいいのかって微妙なところがあって、多いのは多いので素晴らしいんですが、やっぱりデメリットがあって、商品が多すぎるとこの中から素敵なものを選ぶのが幾分難しいんですね。一方でグリーンレーベルというのはスーツ系のアイテムですとかビジネスカジュアル系のアイテムというのはそこまで面積が大きくないので、その中から選ぶというのは意外とですね買い物がしやすいのかなと思っています。ユナイテッドアローズ自体がセンスのいいお店ですし、オーソドックスなものをしっかりと揃えていながらもですねトレンド感というところもしっかりと抑えられているので、そういったユナイテッドアローズの哲学で作られた厳選したアイテムというものがそこで揃うので、意外とですね買い物はこちらの方がしやすいのかなと思っています。ただですね同じスーツというところで比べると、やっぱりサイズ感の豊富さですとか、この生地感でこの価格っていう驚きはですねやっぱりスーツカンパニーの方が強いのかなと思っています。一方でグリーンレーベルの強みというのはビジネスカジュアルの方にあるのかなと思っています。やっぱりこのようなセレクトショップというのはカジュアルにもしっかりと力を置いているので、ゴリゴリのスーツスタイルよりはカジュアルとスーツの中間のビジネスカジュアル
ュアルぐらいが非常にこなれていて使いやすいのかなと思っています。例えばセットアップのジャケットとパンツ、こういったところなんかは非常にグリーンレベル強いかなと思いますし、あとはビジカジで使えるようなシャツですとかポロシャツですとか、そういったアイテムなんかも強いかなと思っています。あとですね、意外とおすすめなのは靴なんですね。グリーンレベルのオリジナルの革靴ですとか、あとはですね、ジャランスリワヤというブランドがあるんですが、ここの靴というのは結構価格帯が抑えめなんですが、かなり本格的な革靴を取り扱ってるんですが、このブランドなんかもですね、グリーンレベルには常に置いてあるんですね。そういった意味で結構靴ですとかベルトですとか小物に関してもグリーンレベルで買い揃えたりすることが僕はあったりします。主にですね、ビジネスカジュアルを強化したいなという方ですとか、スーツカンパニーよりももう少しですね、トレンド感を取り入れながらファッションというのを楽しみたいという方はグリーンレベルがおすすめのお店なのかなと思っています。そしてこのグリーンレベルというところでのお買い物に慣れてきて、もう少し質を上げたいなと思ったら、その時にはですね、ユナイテッドアローズに訪れていただきたいなと思っています。価格はグリーンレベルよりもさらに上がるんですが、王道感があって質のいいアイテムがしっかりとユナイテッドアローズには揃っているので、かなり頼りになるお店かなと思っています。まあ、ジャケットにしてもスラックスにしてもシャツにしてもオリジナルものの質はすごくいいですし、意外とインポートものの取り扱いも広かったりするので、まあ、スラックスであればインコテックスですとか、シャツであればギローバーですとか、かなりそのジャンルでいうと有名なブランドなんかの取り扱いもあったりするので、ぜひですね、グリーンレーベルになれたらユナイテッドアローズというところにも訪れていただきたいなと思っています。はい、そして最後3つ目にご紹介したいのが、まあ、セレクトショップの山の中でも割とですね、中間ぐらいに位置するお店なんですが、エディフィスというところですね。ここもおすすめしたいお店の一つかなと思っています。まあ、今回ご紹介する3つの中では一番ですね、こうセンスの良さそうな雰囲気のあるお店かなと思っています。まあ、ここもグリーンレベルと同じようにカジュアル衣料からビジネスカジュアル、スーツスタイルまで幅広く揃えているんですが、やはり強いのはビジネスカジュアルなのかなと思っています。グリーンレベルは割とですね、ベーシックなものが多いかなと思うんですが、それよりももう少しトレンド感を抑えたものですとか、おしゃれ感が強かったり程よい色みたいなものを感じられるのがエディフィスの強みなのかなと思っています。まあ、シルエットもですね、結構細身なので誰もが着れるようなブランドというわけではないかなと思うんですが、価格帯もそこまで高すぎずにビジネスカジュアル全体がカバーできるという点では非常に頼りになるお店かなと思っています。店員さんのセンスも非常にいいので、皆さんがちょっとどんなものを買えばいいのかわからないなという場合はですね、ぜひ質問をしてみるといいかなと思います。まあ、ビジネスカジュアルで使い勝手のいいネイビーのジャケットを探してるんですが、何かおすすめありますかみたいな形で聞いていただけると、もう間違いのないセレクトをしてくれるかなと思っています。お店で取り扱っている商品の価格帯が上がると、それだけ店員さんのアドバイスも受けやすいと思っていただくとすごくいいかなと思っています。まあ、エディフィスも結構お店によって全然雰囲気が変わるんですが、僕たち30代40代の男性であれば落ち着いた街の雰囲気である丸の内のお店なんかが非常に相性がいいかなと思いますので、よかったら訪れてみていただきたいなと思っています。エディフィス自体がすごくいいお店なので、このお店のさらに上というのはなかなか難しいかなと思うんですが、覚えておくといいのが、例えばエストネーションですとかバーニーズニューヨークみたいなお店ですね。ここら辺のお店はセレクトショップの中でも結構最上位に入ってくるかなと思うんですが、オリジナルのアイテムもすごくいいですし、インポート系のアイテムの品揃えがすごくいいので、先ほども出てきましたがスラックス系だったらインコデックスですとか PT ですとか、ジャケットだったら僕も今着てるようなタリアトーレだとかラルディーニだとか、こういった非常に作りのいいものがしっかりと揃っているので、インポート系のものもちょっと取り入れたいなと思ったらですね、このようなお店というところも訪れてみるといいかなと思っています。はい、ということで今回の動画ではビジネスウェアを買い揃えるならこの3つのお店がおすすめという具体的なショップ名を皆さんにお伝えさせていただきました。いきなり背伸びをしすぎる必要はないかなと思うので、まずはいつも買っているスーツと同じような価格帯のお店からトライをしてみるといいかなと思っています。そしてそこの雰囲気に慣れたら1段ずつステップ上がっていくように、スーツカンパニーからグリーンレーベルに行ってみたり、グリーンレーベルからエディフィスに行ってみたり、このような形でバリエーションを広げていただきたいなと思っています。まあ、この辺りのお店に行けばまず間違いのない商品が揃ってるかなと思いますので、ぜひ皆さんには休日にこのようなお店を回りながらビジネスウェアというところを整えていただきたいなと思っています。まあ、これからもですね、ビジネスウェアについてはいろいろとお話をしてみたいなと思ってるんですが、もっとビジネスカジュアルについて深く学びたい方はクールビズの教科書というコンテンツを用意していますので、よかったらそちらのコンテンツを見ていただきながら、さらに着こなしというところを磨いていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。